こんにちは、プロレーサー&モータージャーナリストの丸山宏です。今日はですね、袖ヶ浦フォレストレースウェイにおいて、ブリヂストンポテンザの新しいニュータイヤ RE71R をですね、テストしてみたいと思います。比較対象とするのはですね、今まで使っていたですね 11A なんですが、こちらとの直接対決で、グリップ力、ハンドリングなどを見ていきたいと思います。条件はですね、なるべくイコールコンディションにするために同一の日にですね、履き替えてやることと、車両の方もですね、普段耐久レースに使っている当社の、ロータスエキシージですが、排気は音量規制のためにノーマル、車高もですね、スタンダードの状態で持ってきて、なるべくストリートを走れる状態のマシンに近い状態で、エンジンはですね N1 レギュレーションに沿っているので、エンジンノーマル、給排気も今現在ノーマルにして、ストリート仕様で、11A と 71R の直接対決行ってみたいと思います。右リア後ろが 1.7 前が 1.75、はい、で左側は前後とも 1.85 って感じですかね。できたら 2.4 に上げたいんだけどね。全部 2.4 が目標。 2.4 揃いでいきたいなと思ってるんですけど、もしかしたら上がんねえかな、これだと。路面温度が20度ぐらいね。え、ズー 71R とは 11A をですね、冷感時で同じ空気圧にしておいて、温度の上昇率もですね見たいので、ただ四輪が 2.4 に揃うように全部セットしておきたいなと。右の後ろだけ 2.3 で、あと全部 2.25 ですね。そんな上がんなかったの？はい、はい、そんなに上がってない。雨マジが降ってきたんで、ちょっとペースどうしようかなと思ったんですが、せっかく、71R がちょっとウェット性能良さそうなんで、ウェットでも頑張っていこうかなと思ったんですが、1回ペースダウンはしたものの、空気圧は 2.3 から 2.45 あたりまで、上がってきてますね。こんな感じでセットしました。同じ空気圧で、71R も冷感時スタートで、どのような、空気圧変化が起こるのか見ておきたいと思います。ダイヤの温度も測っておきます。
今回はですね、このマシン、もともと S タイヤ、11S を履いてセットアップしているので、若干キャンバーがですね、ついているので、ナチュラルタイヤには少し、キャンバー設定はですね、ちょっとつきすぎてるかもしれないですよね。あまりあの外側まで使えていないというのが、現状ですが、もう少し、キャンバーをですね、さすがにちょっとキャンバーまで戻してはこなかったんですが、もう少しキャンバーがノーマルスタンダードに近い状態であれば、左右ともにですね、均等にタイヤを使っていけるんじゃないかなと思います。タイヤ表面においてはそうですね、かなりベタっとした感じではありますけど、あのゴムの辺が残るほどではないですね。タイヤ交換、そうですね、タイヤ交換しちゃいましょう。はい、今ですね、11A の方でテスト走行してまいりまして、タイム的には1分17秒23あたりで17秒前半ぐらいなので、まあ、同じようなちょっと飛ばし方をしていかなきゃいけないんですけどね、だんだん回数重ねるごとにもちろん慣れていってっていうのがあるのですが、最初に5周アタックしてタイヤの温度の上昇を見たんですが、その区間では、2.4 まで上がらず、その後ですね、まあ、リセットはせずにそのまま行くので、後半、ちょっと雨模様があったんですけどね、ウェット性能もまあ見てはおきたいなと思ったんで、ウェット状態になってもですね、まあ、ちょっと雨がちらついたぐらいなんでウェットとは言えないんですが、まあ、その中でもちょっとテストをしながら、なるべくイコールコンディションでこのまま30分後に、71R を、履いて、テストして、また5ラップ、そしてその後の、5ラップをですね、タイム計測していきたいと思います。11A のですね、特性としては、まあ、そうですね、まあ、あくまでも乗りやすい、最終的にタレがやっぱり少ないのがいいなと、一発目のタイムと、まあ、5周走った中でのタイムと、それ以降のですね、さらにプラス5周した後のタイムもですね、それほど、大きな変化がないというのが、まあ、逆に安定してていいなと思います。タレ具合がまあ少ない分、まあ、平均ラップがよくできるんじゃないかなという感じがしますよね。コントロール性ももちろんいいですよね。ちょっとサスペンションのストロークの奥の方で、少しリアがね、やっぱりロータスの特性上唐突に出るところがあるんですが、そこもまあかなりコントロールしやすく今はなってます。あの リアのアライメントのセッティングである程度初期からですね、ブレーキング初期からまあリアが出るようにはセットアップしてるんで、まあ、そういった部分でもコントロール性はですね、かなり横向き始めても、まあ、アクセルワークだけである程度はコントロールしますいける、まあ、グリップ力コントロール性というのがありますよね。今回の 71R はかなりグリップ力高めてあるみたいなので、耐久性も低めてちょっと見てみたいなと。また初期のグリップ力ですよね、まあ、今新品状態から出ていくんですが、1、2周目、3周目、4周目ぐらいまでの、グリップ力の、上がり方をですね、そのままちょっと見ていきたいなと思ってます。
出ますね、とりあえず今15秒まで入りましたから、まあ、2秒とまではいかなくても1秒は軽く超えましたよね。それもたった、まあ、出てきて2周目ですよね、まるで S タイヤを履いてる安心感、まあ、本当に、まあ、そういうちょっと大げさになっちゃうかなと思うんですけど、でも安心感すごくやっぱりありましたね。それはびっくりです、本当にですね、タイムがあっという間に更新できてしまったっていうのはですね、タイムが出るだけではなくてタイムアタックしてる最中の安定感がものすごくいいですね、タイヤのグリップ力、最後の踏ん張りで、いきなりずるっと滑ることがないので、すごい良かったですね。温度上昇は、2.4 まで上がった。ちょうどやっぱりいいところまで上がってきますね。結構グリップするんで一気に上がりますね、やっぱり5周で。あとはキャンバーをうまく使えているかどうか、今5ラップした後のタイヤの表面を見ておりますが、先ほどの 11A に比べて、タイヤのカスが結構大きめに残るかな。あとはですね、ここの、まあ、一番ショルダーの最も負担かかりそうなところ、結構大きいトレッド面ができてるんですが、ここのちょっとささくれぐらいが、まあ、ちょっと大きいかなっていう、この辺耐久性にかかってくるかもしれないんですが、ただやっぱりこの辺でグリップ力を相当使ってるなって感じがしますね。タイヤの空気圧下手したら結構上がってっちゃいそうですね。そうですね、本当はちょっとリセットしたいところですけどね。リセットちょっと一回、右のリアだけはちょっと一回下げて2.4 に合わせて、はいはい、全部合わせてみます。そうですね、はいはい、タイヤのグリップ力結構あるので、初期からちょっと温度上がっちゃいましたね。タイヤでセットアップしてる車だから、まあ、キャンバーもみんなそれに合ってきたんで、はい、S タイヤの感覚で走れてる、はい、でロータス特有のそのリアがねどうしても最後に出るっていう踏ん張り切らずに、はい、あそこがね踏ん張っちゃうの。あ、綺麗に。グリップがいいということで、そうだね、タイヤの方で踏ん張っちゃうんで、はい、あのどちらかロータス特有 の立ち上がりでリアがどちらかるっていうのがね今かなり出ない、はい、うん、それが抑えちゃってるよね。本当にエスタイヤみたいなんだけどね、溶け方もなんかエスタイヤの今表面が結構溶けない。そうね、はい、なんかエスタイヤと比較した方が早いんじゃないかっていう 11A と比較するのはちょっとなんか違う、ちょっと濃くないような気もします、ね、違うグレードの雰囲気ですね、じゃあそのままちょっとどのぐらいラップタイムが持続できるのかを行ってみたいと思います。結局ですね、71のテスト最初のセッションで出てって2周目、もちろんね2周目ニュータイヤでタイムまでるはずなんですが、初期グリップもすごくいいですよね。出てった新品タイヤのオニューの1周目で全くねいきなりズルンと滑ることなく、結構グリップ感高いなと思ってたんで、タイヤ温めを1周でまず結構しっかりできた。でそのまま2周目、じゃあ2周目多分このままアタックしても滑らないだろうと思って、そのまま普通にアタックいったらいきなり15秒前半、ということは2秒近くタイムを縮めちゃったんですよね。それでね2秒近くなんですけど、で、最終的にタイヤの空気は結構高め高めにどんどんなっていっちゃうので、まあタイヤの空気圧をちょっとリセットして、その後また残り5ラップの中で安定してベストラップ、またですね14秒台、タイヤが垂れることなく14秒台出る。S タイヤだと本当一発のタイム出した後はなかなか出てこなかったりするんですが、意外と平均ラップがやっぱ高いところにありますよね。乗った感じのフィーリングとしては本当にまさしくね S タイヤなんですよね。S タイヤじゃないのに S タイヤみたいっていう表現はですね、あまりにもちょっとおごりっぽすぎて嫌なんですけど、ただグリップ力の高さと、まあ、出してるタイムもそうですし、あとは、うちのマシンが実はもともと S タイヤ設定で、まあ、11S の設定で
マシンが作られてるんで、今回車高とかなるべくねスタンダードになるべくノーマルにしようって言ってきたんですけど、キャンバーだけはちょっと若干ねついちゃってて、まあそれがねちょっと S タイヤだったらぴったりくる仕様で、 11A だとちょっと物足んなく外側が使えてなかったんですが、今ねバッチリいわゆる S タイヤのセットアップで 71R 履いて出ちゃうんじゃないかっていうのがね、 S タイヤじゃないですよねこれね、ただ全体的なパフォーマンスがちょっと S タイヤに近い、タイヤの溶け方、もうちょっと近づいて来てみてください。先ほど走ってた 11A ですが、そうですね、溶けカスがですねやっぱりちょっと大きいですよね。こっちはもう少しポソポソとちぎれ飛んでいくような感じなんですが、まずこのショルダー部分の一番使うところの荒れ方、さすがにここはですねちょっと荒れが大きくなりますよね。この部分でグリップさせてると思うんですが、そして全体的にこのカスがですね、カスが大きい、S タイヤの方がやっぱりもうちょっとこのカスがどでかいのがついてくるんですが、それでもやっぱり 11A と比べると、こう溶けカスがですねちょっと大きくつくなって感じなんで、まあ、やっぱりコンパウンド自体はまあそこそこ柔らかいんだろうな。これねウェット性能がね多分相当いいと思いますね。ウェット時の、まあ、グリップ力多分上がってんじゃないかなと思います。耐久性はねちょっとこのまま走ってみないとなんとも言えないですが、でもやっぱり S タイヤのようにどんどん減っていっちゃうっていうフィーリングはないんですが、ここの部分どのぐらい持つかですよね。ただタイムのパフォーマンスは本当ねちょっと S タイヤ並みなんじゃないかな。 S タイヤ並みに耐久性がアップしてたらこれはまあ皆さん喜んで履くでしょうね。最終的に14秒9出たってことは2秒以上アップしたのはですねちょっとやりすぎかな。同じいつも走りをしてなきゃいけないんですが、安心感があるんでリアタイヤにね、リアタイヤのグリップ力に安心感あって踏んでってリアがね立ち上がりでとっちがからないんで気分が乗っちゃうんですよね。なるべく気分はクールに一定に保って一定のドライビングで同じタイム比較をしようとするんですが、あまりにもリアタイヤが安定するんでどんどんアクセル踏んでっちゃって結構イケイケで最終的にはかなりちょっとドリフトっぽくなっちゃったシーンもありますけどね。でもね5ラップは全然平気、まず10ラップぐらい行くとだんだんちょっと垂れ感はさすがに出てきますけど、それは S タイヤほどじゃないですね。このマシンで14秒台に入れたことがあるのは、ここ袖ヶ浦のまるっと耐久4時間耐久とうちが主催しているレースの中で、14秒台記録してるんですが、その時はですね S タイヤ履いております。S タイヤの RH コンパウンドなんでちょっとハードコンパウンドの方なんですが、まあ、基本的にそれと同じタイムを出したなという感じで、まあ、ソフトほどではないんですが、まあ、本当に S タイヤの、ハードコンパウンド並みのタイムで、そしてコントロール性がいいというふうに見ていくとですね、こういう、ポッチですね、うん、ポッチがここ残ってるってことはですね、はい、タイヤのここがよれてグリップさしてるというわけではなさそうなんで、うん、タイヤの合成はすごく強い、ね、強そうだよね気がします。はい、実際に、バネレート自体はですね公表できないんですが、やっぱりあの S タイヤで使った時のバネレートが入ってるんでかなり硬めなんですよね。 11A の時にやっぱりちょっとねバネレートに負けた感があってタイヤをこう潰しきる前になんかちょっと逃げてた感じがあるんですが、これなんかサイド剛性もなんか強そうで、バネレートを結構潰していけるんで、あのグリップ力そういった意味でもセッティング的にもまあバッチリ合っちゃったって感じなんだよね。それであのグリップ力だけではなくてやっぱりバネレート高めとかキャンバーをつけるとか結構 S タイヤに近いセットアップにあの合ってるんで、まあ、2秒以上ねあのタイムがちょっと出ちゃったって形になりますけどね。できたらあの 11A を履いてたところから履き直す人はあの本当はねセッティングをもうちょっと高めのレベルに合わせると、ただ単にタイヤ履き替えただけよりもタイムがねもっと伸びると思います。はい、温度上昇見ますが、かなり平均的にタイヤを使えてるみたいなんですよね。あとはデータロガーをちょっと見てみたいなと思います。さあ、とりあえずはですね最初の1本目に走った、ここですね、1周目2周目3周目
まあ、出てて3周目にですねベストラップ、これ 11A のタイムで17秒227、ただこの時全体で、71R もひっくるめて最高速度ベストが出てるんですよね。転がり抵抗がいいのか、最高速度は 11A の時に出しております。その後ですね、もう一度出ていって17秒台前半は行くんですが、初っ端出ていったタイムをですねやっぱり抜けずにはいます。12、3ラップ走った後に、2本目の走行で、ここで、71R に交換して、さあ出ていって1周目に15秒784と、最高速度全然出てないんですけどね、まだ要はタイムアタックとはいいですね、ちょっと、まあ、踏み切らないでいってるような感じで15秒784、その後16秒15秒、4周目、まあ、同じようにですね、11A の時と同じように、まあ、4周目、まあ、入ってくる手前のラップで15秒084ということは、すでに、この時点で、2秒以上タイムを縮めたことになりますね。2秒以上タイムを縮めたことになります。その後、まあ、同じように5ラップ6ラップ行ったら入ってきて、タイヤの空気圧をリセット、そこからですね、さあその後タイヤの空気圧をリセットした後1周目2周目で14秒923、これがねベストラップです。そのまま3周目もう一度14秒979が出てます。4周目5周目と、15秒台と出るんですが、71R に変えてからここで、まあ、10周ぐらい走ってるんですね。10周目以降になるとさすがにちょっとベストラップを記録しにくい状態にはなってるんですが、それでも、平均ラップはかなり高いレベルになってます。ここ進入速度が全然高められる。そして3、4コーナー、これもですね全然高い速度で入ってるんですよね。進入速度が全然高められるっていうのがやっぱりいい。最低はですねちょっと落としているんですが、その後もですね、この5、6コーナーのコーナーでも高いレベルを保って、脱出速度はですね、全体的に速度の高い位置から5、6コーナーを抜けていくんですよね。さあ第8コーナー見ると、第8コーナーもですねここ落としきらずに、コーナリング速度を落としきらずにいってるんですよね。細かいところはそれほど変わらないんですが、ここで 11A のがちょっといってるんで、ここちょっと滑らしちゃった感じがしますね。さあ最終コーナー、最終コーナー見事に高い速度保ったまま入ってますね。これでタイムを上げてますねやっぱりね。今試乗テストを終えましてですね、結果的には 11A からですね、1本の走行、そして 71R に変えて1本の走行で、なんと2秒3タイムを縮めてしまったというですね、これはですねちょっとできすぎかなとも思ったんですが、なるべくイコールコンディションにするためにですね、まあ本来は車両もですね、なるべくストリートに近いしようと思ったんですが、さすがにバネレートとか交換できなくて、本来 S タイヤで走ってる車両なので、その辺もですねバネレートとキャンバーはですねかなりあの 71R に優位にちょっと働いてしまったかなというので、まあ2秒スタンダードの本当にドノーマルの車両とかに履くとですね、逆にあのグリップ力良すぎてもキャンバーとかあのついてないと、まあそこまでタイム上がらないんじゃないかなと思うんですが、今回はですね、71R の方に非常に有効に働いてしまったのではないかなと、思います。乗り心地、あのストリートのことを想定しての乗り心地なんですが、意外とね、表面が意外と柔らかいような感じがするので、さっきと走り始めてスーッと出ていった時もですね、表面のゴツゴツ感が 11A よりもなんかソフトに感じるんですよね。なんかストリート走行もですね、実はハンドリング、まあ、ステアリングに来る手応えとかそういうものは、まあ、柔らかめでいいんじゃないかなとは思いますよ。うちの方はですね、まあ、どんな人におすすめかっていうとですね、当然スポーツタイヤとして、まあ、ストリートのお客さんもですね普通に、まあ、乗り心地とか全体的なグリップ力安心感、耐久性はさすがに 11A よりはちょっと落ちるんじゃないかなと思いますが、それでも、ラジアルとして十分にストリートで活用できる範囲かなと思います。
それでもやっぱり一番はですね、まあ、サーキットで走る車と車にですね装着していただくのがやっぱり一番いいなと思ってるんですが、うちはですね耐久レースにこれ結構しょっちゅう使ってるんですが、耐久レース S タイヤでやってるんですが、それのまあレイン用で 11A を結構使ってるんですが、今回 71R になっていくとですね、S タイヤと同じ仕様の足回りのセットのまんまで、71R が普通にレイン用として、雨が降ってきた時にそのまんまのコンパウンドで、走れると、足回りのセットを変えずにいけるので、例えばそのままドライになってきた時にも非常に有効に働くなという気がしますよね。そしてですね、耐久レースはもちろんスプリントで一発タイム出すのにもまあ OK だと思いますし、消耗度合いもまあかなりやっぱり持ちはいいんじゃないかなと思いますよ。何とガチで比較したいかっていうとですね、本当はやっぱりネオバと比較したいんじゃないでしょうかね。僕の場合はですね、もうブリヂストンの契約という、まあ、ブリヂストンのワッペンを貼ってるだけにもうブリヂストンと契約してですね30年近くになりますから、ここでネオバと比較してですねインプレッションを言ってもですね全然信憑性がないので、まあ、あくまでもブリヂストンの中の、全モデルの 11A と比較させてもらって、まあ、2秒3までアップしましたよってことを言いましたが、まあ、本来はね、ネオバと直接比較の中でやっぱり一発のタイム、平均的タイム、そして、耐久性とか、そういう総合評価をね本当は皆さん見たいんじゃないかなと思いますが、僕がやっぱりブリヂストンタイヤの開発をですね、まあ、二輪の時からずっとやっててですね思うのはやっぱり平均的に安定したタイムが出せるっていうところがいいですよね。多分この 71R も本当の一発目の一発のタイムっていうのも、まあ、比較して今2秒3アップしちゃいましたけど、やっぱり安定してずっとタイムが出せる、ある意味安全性でもあるんですよね。常に安定したタイムが出せるってことは、まあ、走りも非常にですね、安定した、まあ、走りができるので、一発ここ一発っていうのであと滑り出したら急に、回ってしまうっていうんではなくて、やっぱり平均的にいつも同じコントロールができるっていうのをやっぱりこの 71R も目指してるんじゃないかなと思います。ですから初っ端のね2周目3周目に出したタイムを10周目もですねなおかつ出そうというですね、ストリートにおいての安全性もそうですし、サーキットでのタイムアタックもやっぱりですね安定したドライビングでライテクを向上させるようなちゃんと仕組みを作っていってるのはですねちゃんと 71R でも、まあ、継承されてるんではないかなと思います。まあ、それにしても2秒アップはですね、まあ、これはですねやっぱり、履いてみる価値はあるんじゃないでしょうかね。S タイヤの代わりとは言わないですが、もうほぼそれ同等のですねタイムまで、ちゃんと出せるタイヤがついにできました。ブリヂストンのポテンサ 71R です。